ココインザルームシーン1。ワークスペース。ほんと、急にごめんなさい。他に慣れてらっしゃる方知らなくて。そう言いながら頭を下げるリーさんを、ウタがデスクまで連れてきた。フーンが立ち上がって会釈する。ワークチェアが歓声で少し回り、止まる。 気にしないい。でくださいハノイでしたっけ近所のリーさんから連絡を受けたのはおとといの夕方だった家族の都合で34日家を空けるのでキュー太を預かってほしいと言われたその時ウタは庭のごぼうを抜きカナタは音の鳴るぬいぐるみでココをからかっていたコウモリだったフーは カレンダーを確認してええ結構ですよと短く言った2041年が6分の1ほど終わっていた祖父の具合が悪いみたいで本当にごめんなさいね背の高いリーさんは恐縮すると猫背になって体積を小さく見せようとする無意識のようだったそれと裏腹に リーさんの腕の中のキュータはちぎれそうなほど尻尾を振り回して自分の存在をアピールしたグーグーキューキューと鳴いていた鼻の低い犬に特有の湿った袋から空気が抜けるような声だった「よければもう下ろしちゃってください」とフーが言いリーさんが「ありがとうございます」 と言いながらしゃがんだ。キュタが腕からするりと抜け出して、ウタの足元を回る。タシタシと、肉球がラグを叩く音がした。同時に、リビングで機械を伺っていたココが、一目散に駆け寄ってくる。ココ、ステイ。ウタが短く指示を飛ばす。が、無視される。ココは、 八の字を描くように D さんとキュータを交互に回るキュータの倍の速度だった何度も鼻を近づけて匂いを確かめまた回った久しぶりの来客を隅々まで観察するつもりらしいウエスティですかーさんが珍しそうに個々を見てスマートグラスを指で調節する 元気すぎるもんで、歌が苦笑しながらココを抱き上げる散々来客をチェックして満足したのかココは短く鼻を鳴らした天井の換気システムが低くうなりリビングのディフューザーからミストが吹き出る庭から流れ込む風と混じるほろ苦いレザーの香りが漂う 家のセンシングシステムにリーさんとキュータの微生物環境が登録されたのが分かったご飯以外でアレルギーとかありますかうちは換気も屋外式だしディフューザーもつけてるから大丈夫だと思うんですがとフンが続けるリーさんは全部言い切らないうちにええそれは全然と笑う ペキニーズは鼻とか肌とか弱いみたいだから換気強めにしとこうかと歌が言う。キュータくんにもっかい挨拶しな。歌が抱えていた個々を話す。大きな身震い。白い毛がなびき、一泊置いてキュータに駆け寄ってゃれつく。必死に肛門の匂いを嗅ごうとしている。 太がそれに応じるように個々の肛門に顔を近づけたので風と歌は驚くそれからしばらくの間白と黒の毛玉たちはぐるぐると回転してリビングへ消えていった歌がリーさんに細かな注意事項を尋ね風はドッグフードをキッチンに持っていく 散歩は一日三十分。ブラッシングを忘れずに。寝る前に微生物環境のチェックをして、できればディフューザーで森林浴を。そんな感じですかね、とリーさんがつぶやく。目が天井を泳ぐ。伝え忘れがないかを気にしている。ふと見ると視界から毛玉たちが消えているのに気づく。 さっきまでリビングにいたのに、キュータ、庭出てるけど、ソファーから彼方の声がする。デスクを囲んでいた三人は慌てて庭へと駆け出す。庭土をキュータとココが掘り返していた。トマトとナスの間あたりだった。リーさんが駆け寄ってキュータを持ち上げる。その口に、 何か黄色いものが加えられているのをカナタが見つけていた「早速こんなことしちゃって」リーさんはますます背中を丸めて恐縮した「いいんですよむしろ見つけてもらえてよかったです」Q 太が加えていたのは個々のお気に入りのボールだった「風」も「うもだいぶ昔になくしたと思っていた なんでわかったんだろうリーさんを見送りワークチェアに戻ってきた歌がつぶやく。鼻がいいんじゃないペキニーズはどっちかっていうと悪いと思うけど。それでも私たちよりはいいでしょふうと歌はぼんやりとしたやりとりをしながら歯型でボロボロのボールを眺めている。その足元に伏せている ココと九太が期待を込めた目でボールを見つめている視線に気づいた風がボールをつかんでリビングの向こうに向かって投げる二匹がほとんど同時に羽を切る黄色の放物線の軌跡をなぞるように白と黒の塊が飛んでいくシーン2 バルコニー彼方の場合それはだいたい4月くらいのことだったと思う一日中土がふつふつと湧き立って微生物の雲がバルコニーの向こうの空に伸びていった歌が前にそれは啓筆と言って冬の間に眠っていた虫や植物が動き出す合図なのだと僕に教えてくれた うちの庭の動き方は毎年大体一緒だ。ヨモギの葉がバサバサとぶしつけに膨らみ、エンドウがつぶつぶと白や紫の花を点滅させる。セロリの匂いが弾けて空気がピリピリと痺れる。キャベツが水をいっぱいに含んで、その芯から垂れるミルクが水蒸気に白く溶け出す。あちこちでいくつかの山菜が、 プツプツと胞子を震えさせるのが聞こえる。そうした様々なアピールを遠巻きに、モンシロチョウやテントウムシが様子をうかがっているのがわかる。でも、それはほんの一部で、土の中で出番を待ってうずうずしてる奴らが山ほどいることを僕は知ってる。奴らは絡み合う根っこと禁止の網をすり抜けて、 君がかった四月の空で渦を巻く。そうした微生物たちのいくらかが、僕の肌に降り注ぎ、僕たちになってゆく。僕たちはだんだんと、僕から膨らんでいく。僕たちは、歌と風の間をかわし、個々をまたぐ。窓をくぐって、バルコニーをぐるりと回り、そのまま街に投げ出される。風が吹いて、 僕たちと君たちが重なり合う。そしていつしか、不意に僕たちは、ポロポロとほどけてこぼれていく。体の外から真ん中に向かって、じんじんとしびれが伝わる。寝起きに思いっきり伸びをしたとき、それか、口の中でチョコレートが溶けるときに似ている。僕たちは、僕にピントを戻す。 僕が目を開けるこうやって微生物や動植物の動きがわかるのは最近の子どもの特徴なのだとフーが言っていた何でも生まれた時から自分の感覚とセンサーのデータを自然に結びつけながら育ってきたおかげで天然のシミュレーターが体に根付いているんじゃないかとか何とか。 私もそれができたらもっといいレシピが思いつくのに、なんて風は羨ましがるけど、春から夏にかけてのこのうるささを味わってから言ってほしいと思う。花粉やフェロモンを引き連れた微生物の洪水。この時期はずっと街中が浮かれているみたいでクラクラする。そう言うと歌が、花粉症に比べたらかわいいもんじゃないか、と、 お決まりの文句を挟む。膨れた僕は個々をこねくり回し、舞い上がった微生物の誇りに息を吹きかけて、二人に消しかける。濡れたアスファルトの匂いが部屋に立ち込める。そうやってふざけながら、さっき僕たちが庭を回った時のことが引っかかっていた。違和感ってほどじゃない。生え変わる乳試が、 むずがよくなり始めたようなそんな予兆めいたものうちの庭にはよくいろんなものが舞い込んでくるネズミにカラスこの間なんか怪我したムササビが石の陰にうずくまっていたそういう時は決まって僕たちにノイズが混じるから僕が真っ先に気づくでも今日のはちょっと違う 何かが迷い込んだわけじゃない。でも、毎年の浮ついた空気に比べて、どこかこわばっている。ココが、僕の手を必死になめまわしている。それから、庭の様子になるべく気を配ってみることにした。改めて眺める庭は、思った以上に賑やかだ。白い花がポツポツとともり。 ドクダミの香りが一段と強くなる。時折歌が庭に出て、春菊やうどを抱えて戻ってくる。空がぐずつきやすくなり、露草の青がぼーっと浮かんだかと思うと、雨に落ちる。その雨粒がまだ硬いトマトの肌を伝う。ムク毛の花びらをカタツムリが舐め、その横でカエルが息を潜めている。 うちの庭は自然に生える土着の植物と食用の野菜や果物、それから観賞用の草花を組み合わせた一つの生態系になっている、と歌が言っていた。植物の高さ、花の咲く時期、実のなる時期、枯れる時期、寄ってくる動物、必要な栄養、などなどの組み合わせが重要らしい。歌は 知り合いの造園家と相談しながら仕上げたんだとよく自慢していた実際庭はその賑やかさにもかかわらずいつも全体が噛み合って感じられた見た目にせよ音にせよ香りにせよ微生物にせよ部分が絶えず入れ替わりながらゆっくりと全体が動いていく海辺に似てるなと思う 寄せて返す波を見ているうちに砂浜の形が変わっているその目まぐるしさを味わっていると時々寂しくなることがある微生物を通じて植物と動物と人と町と際限なく溶け合っていく感覚君たちと僕たちの境界線がわからなくなる町を歩く他人を なぜかか懐かしく感じる。どこまでも僕たちが広がって結局世界は僕たち一人だけになる風や歌は僕のことを家族だっていう僕も風や歌や個々のことは大事だでもそれは結局僕たちの一員だってことなのかな家族と僕たちはどう違うんだろう 家族っていう単位はどこまで伸びてるんだろう。僕はそれをどこまで伸ばしていいんだろう。梅雨の合間に挟まる日差しに遠慮がなくなり始めた。雲が低く大きく膨らみ出す。釣られるように庭の違和感が大きくなってきているのが分かった。それは 特に暑い日で高く伸びたシソの葉がパリパリに乾いていたおかげで普段より少しだけ庭が静かになっていたその片隅にチリチリと耳慣れない何かが聞こえた僕は庭に飛び出すトマトが真っ赤に生える足元でミミズが石に影だけを焼きつけていたやっ やっぱりこの辺かなあちょっと前から怪しいと思っていた庭の端丹念に草をかき分けていく何もない首の後ろを焼く日差しに耐えきれず顔を上げるバルコニーの手すりの影から溶けたろうそが垂れているミツバチの巣だったバルコニーの手すりに何があるか 知ってる意気揚々と尋ねた僕は肩透かしを食らうことになる2人ともちょっと前から気づいていたらしいでもななんんんであとところろを調べようう。思ったんだろう2人は庭の様子が変わってることに気づいてなかったはずなのにあの巣はまだできたばっかりだったし蜂だってほとんど姿を見せていなかった。 ココがそわそわしてるの見てさ、あって思ったんだよ。ふうがそう言って、歌がうなずく。僕はココを見る。いつもと同じように舌を出して尻尾を振っている。僕はスマートグラスをつけたり外したりする。集中してココの周りに感覚を合わせる。でも、やっぱりいつもと同じだ。 遊んでもらえると思ってウキウキしてしいるいつものココわかんないココはちっちゃい頃蜂ハチに刺されてさ顔がパンパンになっちゃったんだよそれからさハチが近くにいるとやけに神妙な顔になるのいまだに怖がってるとはねやっぱわかんないよええー よく見てみてよ。おんなじだって。結局僕は個々の違いに気づけなかった。ずっと集中して見ていると時々庭に緊張を向けている気もした。でも無気になりすぎたせいでもう思い込みと区別がつかなかった。歌は笑いながら私たちはもう二十年近く個々といるんだからさ。 と、慰めだか自慢だかわからないことを言ってきた僕は無言で歌のスマートグラスを奪って放り投げた猛烈な勢いでココがそれを追いかけていった庭に出ると肌寒くひときわ熟れた空気が濃くなる歌がよく部屋で炊く酒蔵のアンプルを思い出す ほうずきと入れ替わるようにカラスウリの赤が壁をはう僕はその中をかき分けて石に背中を預ける世界がもったりと動いている砂糖水の中に潜ったみたいだふいに風や歌やココみんながこの空気を共有していることを思い出す風や歌は 僕みたいに微生物の流れや植物の散りつきはわからない。でも夏の匂いとか春の風とか個々の表情とかそういうのはわかる。ぼやけた世界の中でそれぞれがそれぞれのやり方で抽象的な輪郭を定めている。僕は授業で見たモネの睡蓮を思い出す。 ほとんど失明したモネはアトリエの一番後ろから絵を眺めて描いたってだからあれは庭の絵じゃなくってあの絵そのものが庭なんだ僕が僕たちの中に輪郭線を勘違いすることそれが庭を持つってことなんだ昔歌が見せてくれた地図 それは潜在自然植生って言って人間が手を加えない時に自然に生えてくる植生のことらしかったこの町だって放っておいたらちょっとずつ植物に占拠されてみんなつながってしまうんだろうなんだかそれはとても自然なことのように思えるそれでも庭には庭にしかない風景があって 「僕はそれをいいなって感じる。僕と風と歌とここがそれをいいなって感じる」「どこまでが家族でどこまでが僕たちなのか相変わらずわからない」「でも最近は僕が僕の庭だって言えるものを作ってみたい」「そして僕がそれを見せるのは」 やっぱり「風」と「歌」とここなんだろうシーンンキッチンフーの場合スツールの隙間にピンと白いアンテナが立っている左右にせわしなく揺れてふさふさの毛が騒いでいる さっきからココがキッチンの段ボールをしきりに気にしてうろうろしているやっぱわかるんでしょう好きなのばっかだもん今回歌が感心したようにワークチェアから声をかけてくる段ボールの中身はさつまいもにんじんかぼちゃ大根ココの好物ばかり普段から庭で採れたものは こうして料理に使うけど今回は稀に見る方策だ。いつもの段ボールを二箱使ってもこぼれそうなくらいそう思うんならそっちで遊んであげて私は歌の机に向かってボールを投げココをけしかけるその隙に箱の中身をキッチンに広げるごつごつとした野菜たちが 天板の上で思い思いの姿勢をとる。座ったり寝転んだり逆立ちしたり。それぞれのキャラクターを誇示しながらいくらか動き回って止まった。表面に残っていた土がこぼれシンクの水に溶ける。ふんわりとした堆肥の匂いが鼻をかすめた。アメリカのどこだかで 遺体を堆肥にできるようになったって初めて聞いたのはいつだったっけウッドチップといくらかの微生物を混ぜた缶桶に入れば1ヶ月くらいで土に帰れますお好みでキノコに分解してもらうことも可能です悪い冗談だと思ったあと十数年たったらあなたもこの葬儀を選びますよ もし当時そんなことを言うやつがいたとしたら冗談じゃないと思っただろう。実際人間をすぐさま対比にしようという前衛派は少なかったけれどペットはその限りじゃなかったむしろ動物らしい見送り方と人間の新しい葬儀の予行演習を両立できると気づいた人たちから熱心に支持された。 私と歌はココが行く少し前にいくつかの資料を集めた火葬された骨が思った以上に土へ帰らないことと家庭の庭でさつまいもを育てるやり方を知った手元に残すならカルシウムのペレットじゃなくてココのおやつの方がいいと思ったそれからしばらくしてココは真っ黒い堆肥になった 私と歌はそれを少しずつ手ですくって庭の土に混ぜたその年から庭の野菜や果物の種類が増えたあれにしようよほら炊き込みご飯歌がココを抱いてキッチンにやってくるあんまり遊びをせがまれるから仕事を諦めたらしい玉ねぎを切っていた私は スマートグラスを外して涙を拭う。歌の腕の中の個々がふっと消える。昔のスマートハウスよろしく、うちみたいなバイオスマートホームにもアシスタント機能が備え付けられている。違う点といえば、このアシスタントはただの独立した AI じゃなくって、家に取り付けられた膨大な数と種類の センサー情報全体をまとめるバーチャルな人格でもあるってことだ。要するに、この家の気持ちを表現するアバターみたいなもので、これを通じて私たちは家とコミュニケーションが取れることになっている。私と歌はこのアバターをカスタムして個々の 3D モデルを設定していた。スマートグラスを通じて、 アクセスできる AR の個々は肉体を持っていた間の十数年分のデータから作られている見た目から動き方体を取り巻く微生物環境に至るまでピンと立った耳とツヤツヤの毛並みテーブルの下で丸まって昼寝をし目を離した隙に庭の人参を引っこ抜こうとするいいよ のの明日のお弁当にもなるしいいでしょリビングのカナタに声をかけると「うーん」と生返事が返ってくるスマートグラスをかけ直すとココはもうソファーの向こうでまどろんでいた確かに今のココは映像と微生物カクテルの間に結ばれるか細い実感でしかない 小さい体でリードを引っ張る個々の力強さを味わうことはもうないでも今のココはアシスタントを通じてうちと同期されている家の調子はそのまま個々の調子でつまり私たちがここで暮らし続けていることそのものが個々と触れ合ってるってことなんだそう無邪気に信じられるくらい 昼下がりの部屋の緩んだ空気とすやすや眠るココはぴったりだご飯が炊き上がる間にいくつかのお皿を仕上げるさつまいもと根菜を素揚げして甘酢のあんを絡める薄く刻んだ大根と人参は大々で香りをつけてなますに残った野菜くずで汁物を作って一段落 庭のやつ持ってきてつまんでいようかそう言って歌が表に出してあったジャーを持ってくる油で光る色とりどりの野菜がぎゅうぎゅうに詰まっていて蓋を開けると複雑な香りが立ち上るクミンやジンジャーをはじめとしたスパイスの刺激とマスタードオイルのこってりとしたまろやかさを 乳酸発酵の酸味が上手につないでくれているいつの間にか彼方もスツールに座ってジャーをつついている天日干しにした野菜とスパイスに熱した油をかけてジャーに詰めるあとはそのまま日の当たるところに置いておけば発酵が進んで一週間くらいで食べ頃になるインドやネパールでは 馴染み深いつけ方らしい。知り合いにはいつも、お母さんに教わったのって聞かれるけど、ネットで見つけたのをアレンジしただけだ。私の実家は母も父もインドらしい料理は大して作れない。祖母や遠い親戚になると話は別だけど。私たちは普段、自分たちのルーツが、 アフリカにあるってことを意識しない。住んでるところがヨーロッパだろうとアジアだろうとアメリカだろうと私とインドの関係もきっとその延長みたいなものだきっとそういえばインドには微生物の殺生を禁じる宗教があるらしい私の王子もその信徒で白いマスクをつけて 足元をほうきで吐きながら歩いていたと祖母から聞いた「私だって料理を作る時は微生物の命について考える」「でもそれはかわいそうとか罪深いとかじゃなくておいしそうとか仲良くやろうよ」なんだ炊き上がったさつまいもご飯は他のお皿と組み合わせて。 あっっという間に食べ尽くされてしまった。「取り分けておいた分をおにぎりにして冷蔵庫にしまう」「段ボールにはまだまだ野菜が残ってる」「私は歌とカナタをキッチンに呼んでよく手を洗わせる」「歌がぬか床でカナタは葉っぱね」そう言って二人に手袋を塗る。 うちで作ってる発酵食品は私が逐一出来具合を解析しているその上で発酵の改善に良さそうな微生物カクテルを作って漬け込みの時に一緒に混ぜ込んでもらっているうたとカナタはそれぞれ別の乳酸菌株を中心とした手袋をつけて人参をぬか床に沈めたり刻んだ大根の葉っぱを唐辛子と一緒に に押しし込んだりしているこれで発酵のメンテナンスと仕事のためのデータ集めが同時にできるって具合だ作業を終えた二人がキッチンを離れる私はパントリーの扉を開けるパントリーは食品の微生物環境をモニタリングして熟成や発酵腐敗の具合を報告してくれる 要するに小さなバイオスマートホームみたいなものだ普通は食品管理とか慣れない発酵のサポートのために使う設備だけど私は会社の設計システムとつないで新しい発酵食品の試作用のラボにしている私はさつまいもを用意する丸ごとや薄切り泥をつけたままでもいいかもしれないあとは テストにしてみたらどうだろう。だろ確か奄美大島にはさつまいもと乳酸菌で作る発酵飲料があったはずだ乳酸菌酢酸菌麹酵母何種類かのカビパントリーの空間を分けながらさまざまな発酵の準備を整える日本酒では麹に音を当てて 酵素の性質を変えるやり方があったっけ私はパントリーにスピーカーを入れるならどこがいいか考え始める発酵と腐敗は紙一重だってよく言われるけど要するにどっちも微生物による分解だ個々は分解されて堆肥になって自分が好きだったさつまいもを育てている 私たちはそれを料理して食べたり、こうして発酵食品にしたりする。ココは分解されて生まれ変わって、また分解されて、また生まれ変わる。ココは部屋の中や庭の土、私たちの体の中を通り抜ける。パントリーの中でどんな食べ物が生まれるのか、まだ何もわからない。 でも、だからこそ、ワクワクする。微生物と一緒に料理を作ること。私は、ここからできたサツマイモが醸されて、また別のココになるんじゃないかって思ってる。私が次にパントリーを開けると、奥からココがひょっこり顔を出してくる。そんな想像をしながら、私は、 扉を閉めるシーン4シャワー歌の場合「ここが一番濃いのはどこ?」そう口にするいや仮にね何を言ってるのかって今は分からなくてもいいとにかく 私は自分がそう尋ねる様を想像する。想像の中でフーが愛おしげにディフューザーを撫でる。ネイルが鈍く光る。焦げた砂糖の色をしている。彼方が個々のお気に入りだったソファーに飛び乗る。バルコニーから土と水の匂いが吹き込む。私はシャワーのハンドルを上げる。 ホースが身震いする。シャワーヘッドの鏡面がにわかに艶めく。幾千もの雫が姿を得る。クププと聞こえた。昔、おじいちゃんに教えられて鶏をくびったことがある。十歳の頃だ。締め上げられた首を何とか通り抜けようと、手の下で 空気や血液が震えていた。鶏は泡と声の間のようなものをこぼして死んだ。クププと言った。ぬるんだ水の粒子が私の体を叩いてタイルへと流れる。バスルームに蒸気が満ちる。私はそれを思い切り吸い込む。上あごの裏に 細かく砕けた湯気がへばりつく舌がわずかにしめる甘苦い水の風味がほのかに広がって私はいつも個々の吐息を思い出すシャワーヘッドが微生物の温床だと話題になり始めた頃神経質ないくらかの人たちはシャワーのたびに窓を開けたり風呂上がりに 丹念にヘッドを乾燥させたたりしていた一方私とフーは生まれたばかりの個々の真っ白な毛並みに顔をうずめて深呼吸をしていたバターを入れすぎたポップコーンの匂いがしたフーはよくくしゃみをしてアレルギーかもとつぶやいてはまた鼻を近づけただからあの毛穴みたいなシャワーヘッドに 微生物が詰まってるって言われても不思議でも何でもなかったしむしろなんだか親しみが増す気がしていたいつしかシャワーヘッドは微生物モニタリングの実験場になっていたそれは健康不安を覚える人微生物の利用に好意的な人特に何も考えていない人それぞれにとって 正当性があるように見えた今ではディフューザーと同じように多くのシャワーには微生物カクテルユニットが取り付けられている私たちはそこに思い思いの微生物アンプルを突っ込んで水質をアレンジするある人はいくつかのミネラルアンプルを突っ込めるようにユニットを改造して各地の温泉を再現したある人は 肌質に合わせて表皮常在菌をミックスして浴びる化粧水だと嘘吹いたまたある人はアンモニア酸化細菌に汗を食べさせかれこれ数年は石鹸を使っていないという「私は」といえばそうしたいずれも信じきれずにいたでもそれはその昔除菌グッズなんかに感じていたうさんくささと いいして違いはないんだろう。微生物を減らすのも増やすのも信じられないのならとりあえず増やしておこう私には少なくともそう考える程度には今っぽさがあったいや実際のところミネラルと微生物のバランスを調節されたこの水は嫌いじゃなかったシャワーヘッドから水が噴き出すたびに 醸された甘い土の匂いが立ち込める気がした炭のようだと思ったそれはおじいちゃんの家で飲んだ水に似ていたコップに注がれるよく冷えた井戸水仏壇から売れすぎた桃が香って庭先にはまだ鶏が転がっていた おじいちゃんの葬式の帰りに塩をまいて井戸水を浴びたことを思い出す「汚れを払うんだ」とママが言っていたそれっきりママはおじいちゃんのことをほとんど話さなくなっただからココの葬儀の時私とフーは最後にココを抱きしめてそのにおいを持ち帰ろうとした「それが汚れなら」 ずっと汚れたままでいいと思ったその日はシャワーを浴びなかった「ココちゃんはずっとあなた方を隣で見守っていますよ」ある見積もりの葬儀屋はそう言っていた料金説明の時と同じトーンだった献下仮装納骨のプランですと13万円になります 自分の会社のサービスシステムと同じ程度の確からしさで葬儀屋は死後の個々について語った「その慰めはプランとは別料金ですか?」と聞こうとしてやめた「でも確かに今ココは私たちのそばにいる」「ディフューザーから吹き出す微生物にクッションの染みに」 スマートグラスの映像にここは私たちの生活全部に広がって住み着いている生物学的な肉体をなくした個々を私たちは濃度でしか語れない映像微生物データ記憶そういったものたち全体が雰囲気としての個々を立ち上げるでもそれは 個々の肉体が生きていた頃と何が違うんだろう。思い出があるから、個々は個々になる。私だって、風だって、彼方だってそうだ。私たちはいろんなところに、いろんな形で自分を保存していて、その全体がカモす雰囲気に名前をつけている。私たちを作る無数のかけらは、 空気の中に散らばっていて気まぐれに混じり合っている。それはエアロゾルだ。私とココとフーとカナダは出会った時から少しずつ少しずつ混ざり合ってきた。むしろ私たちは混ざり合って初めてお互いをお互いとして認識できるようになった。だから 個々の体が微生物に分解されたからといって何かが大きく変わってしまったわけじゃないそれはすごく魅力的な考え方だし実際私も風もここ数年で自然とそう感じるようになってきているそれでもこうして一人でシャワーを浴びていると時々心細くなる体を洗い流す時 急に一人ぼっちになった気がする。汚れと一緒に何か大切なものを流してしまうんじゃないか。自分の一部を。みんなの一部を。排水溝に水が飲まれていく。それを見ているうちに、私は私が何を忘れたのかを忘れている。ココ、歌、風。 ココ・ウタ・歌、風、カナタバスルームいっぱいに湯気がうねってるシャワーに手をかざす細く柔らかい真っ白な水流の束ハンドルを細かく調節して水量を絞るショワショワと炭酸のように水がほどける 手のひらがむずむずする。ココの毛並みを撫でていた時を思い出す。私はシャワーヘッドにディフューザーと同じアンプルを差し込んでみる。ココを取り巻いていた微生物環境を再現したオーダーメイド。しばらくして水の香りがわずかに変わった気がした。動物性の油の香ばしさ。 甘酸っぱいタンパク質の刺激。それらを滑らかな香りの膜が覆うジャスミンとハニーそれからホワイトムスク微生物が個々のシャンプーの匂いまで再現するはずがないだからこれはきっと私の記憶の香りなんだ冷たくなったここを 最後に抱いた時の記憶。それから数日経って、ようやくシャワーを浴びた時、私はなんだか取り返しのつかないものを一緒に洗い流してしまった気がしていた。でも、それはただ一時、私を離れただけだったのかもしれない。あの日、排水溝に流れていった個々の香り。私はそれをもう一度、 シャワーから嗅いでいる。ココは濃くなったり薄くなったりしながら私を取り囲んでいる。私はうがいをするようにシャワーの水の束に口を突っ込む。香りが一段と強くなる。甘く苦い水の味。ココが一番濃いのはどこそう。 口にしてみる水であふれた私の口はただごぼごぼと言っているシーン5リビング風の場合ここのお腹がゆっくりと上下するその度に するすると金色の光の筋が走る。毛並みをかき分けて肉球と握手したり、尻尾をくすぐったりしながら床に散らばって溶けてゆく。いびきと一緒に鼻から星くずが吹き上がって、私や歌に降りかかる。光が集まって個々の毛並みは金色に沸騰している。 そのの。向こうに朝日が見える。るつけてるの久しぶりだね。私がそう言うと歌はいたずらっぽく笑ってココを指さしたココがあんまりぐっすりだからさっきからビジュアライザーがココから吹き出すかけらをしきりに抽象的な映像に変換している。 お腹を投げ出してグーグー寝ている彼女をインテリアとみなしたらしい「君もたまにはじっとしてみてよ鼻からラメ吹き出してるとこ見てみたいから」私がそう返すと歌はわざとらしく背筋をちゃんと伸ばしてスマートグラスを指で押し上げたうちのビジュアライザーは計算量を抑えるため 基本的ににインテリア以外の微生物環境を描写ししないように設定している。おかげで一日中走り回っているカナタやココデスクワークでも落ち着きのない歌はビジュアライザーにつかまらずいつも私ばかりが自分のパーソナルスペースを光のダンスで披露する羽目になっていた。それもあって、 最近ではめったにつけてなかったんだけど第一今どき一日中ビジュアライザーのスイッチをオンにしている場所なんて病院かラボくらいだろうココのはいつも金色だねおかげでだいぶ神々しくなった歌はそう言ってありがたそうにココを拝む真似をする私もそれに合わせて冗談を飛ばす よく拝んどきなよ。私たちの古くて新しい家族なんだから。微生物。この古くて新しい家族。うちみたいな微生物対応のバイオスマートホームが市場に出始めた頃は、そんなキャッチコピーが踊っていた。その時はまだ微生物環境を可視化する装置も。 ビジュアライザーなんてパリッとした名前で呼ばれていなかったし見た目だってギ々しいグラフとデジタルメーターがモニターに出てくる程度だったそれからしばらくしてすれ違うほとんどの人がスマートグラスをかけるようになると AR で空間を直接飾りつけるやり方がビジュアライザーの主流になったこうなるともう 映像表現の洗練とセンサーの精度くらいしか競い合うものは残らなかった。緑や黄色の独々しい蛍光ドットで示されていた微生物は、やがて花や草木、鳥や雲、星空なんかの映像にとって変わられて、結局うちみたいな抽象表現に落ち着いた。自動生成される無数の四角パターンが空間を撫でる。 マーブル、フラッシュ、ティンク、などなど歌によれば今ではもっとシンプルになっていてアンビエントの濃淡が例の「古くて新しい家族とやら」をほのめかしてくれるらしい「そっちも回そうよせっかくつけたんだし」歌はそう言いながらディフューザーのアンプルをつけかえる。 わずかかな沈黙を挟んで、スティックから湧き出す粒子のムードが変わるさっきまでの青みがかったミストから黄色い光を放つグリッターへ香らないアロマ加湿器のように空間に微生物を足してくれるバイオ家電はそんな売り文句とともに現れていつの間にかディフューザーと呼ばれていた。 も,っともその頃はいわゆる健康グッズの仲間だだと思われてたみたみいだけど。でもしばらくして微生物の解析と培養保存技術が進歩すると家の微生物環境をデザインするって発想は画然リアリティを帯びていった今じゃディフューザーは空間のサプリメントなんて呼ばれて私たちの生活のインフラに近い存在になっている。 実際私も朝起きたらまずディフューザーを回して思いっきり深呼吸をするそうしないとなんだか一日が始まった気がしないそれはつまり顔を洗ったり歯を磨いたりパジャマを着替えたりするのと同じレベルの話だってことだディフューザーは解析した微生物環境のバランスをもとに それを補うような微生物のカクテルをミストにしてまいてくれる。微生物環境の多様性が高まってお互いが牽制し合うってことらしい。要するにこれは整理整頓の話なんだろう。セーターは二段目、靴下はランドリー、空き缶は右のボックスで、個々のお皿はソファーの横。あるべきところに あるべきものが収まって釣り合うこと。それがもっと細かい単位でできるようになったってわけだ。カクテルの内容は、人由来、動物由来、植物由来と様々で、その気になれば特定の環境を再現することだってできる。カクテルショップに行ってみるといい。ツヤツヤのガラスアンプルにあらゆる空間が収納されて並んでる。 シ島の原生林からチベット高原ボリビアの湖畔からカリフォルニアのワイナリーまでよりどり緑だ私の最近のお気に入りはオゼの出現。歌はこの間蔵王の知り合いの酒蔵をオーダーメイドしていたさっき取り替えたアンプルもそんなオーダー品の一つでも これはとびきり特別なやつだ。ココの3歳の誕生日の時の、リビングの微生物環境の履歴がそっくり再現されている。こんなところかな。ウタがディフューザーの出力を調節する。私は速度を変えながら、こんこんと湧き出す黄色の光に目を凝らす。 光のかけらの一つ一つが少しずつ色調を変えている。シャンパン、タンジェリン、アンバー、ハニー、マスタード、そしてゴールド。私はココが吹き出した星屑と同じ色のかけらを見つける。そうしてるうちに光を追いかける視線が歌とぶつかって。 なんだか照れくさくなる。歌はそんな私を見て笑いかける。ブラウンの交際に光が吸い込まれる。歌は視線を外してどこを見るともなくつぶやく。ハッピーバースデー、ここ。部屋中が黄色の光に満ちる。砂漠に霜が降りたら とこんな風なんななうだろう「私はいつもこの瞬間を空気が騒ぎ出したみたいだって思ってしまう」「本当はずっとみんな騒いでいたのに終わらないパーティー私は簡単にそれを忘れて簡単にまた思い出す」「そしてきっとまたすぐに忘れるんだろう」 空間を光が支配して二人とも砕けたキャンディーみたく輝いている歌が目を細める赤みがかったまぶたがちらちらと瞬くそれがいつものアイシャドウのせいなのか今はわからなかった